岸田総理大臣は自民党の政調会長を務めていた時に旧統一教会の友好団体のトップと自民党本部で面会していたとの報道について承知していないと述べ否定しました。大勢の同行者がおられたと記憶しておりますが、その中にどなたがおられたかということは承知しておりません。岸田総理が2019年10月、自民党本部でギングリッチ元アメリカ下院議長と面会した際、教団の友好団体のトップが同席していたと朝日新聞が報じています。岸田総理は下院議長との面会は認めましたが、同行者と何をしたかは覚えていないと述べました。岸田総理はこれまで旧統一教会や関連団体との関係について知る限りないとしています。